みなさんこんにちは、イフ奥村です。本日なんですけども、イフでたびたびご紹介させていただいております IFVR8 4ナンバー8人乗りのレボシートを使ったシートカスタムなんですけども、そちらをもっと詳しく説明していこうかなと思います。これから車中泊とか外出とかもされる方にとってもおすすめの仕様となってますので、ぜひ一度チェックしてみてください。それでは VTR スタート。まずレボシートのシート幅なんですけども、1200から1500がございまして、ハイエースやキャラバンの大きさによってサイズが変わってきております。シートの形状としまして、フラットシートと成形シート2種類がございます。エボシートの最大の魅力としまして、様々なシートアレンジができますので、こちらをご覧いただこうかなと思います。シートのデザインは全て縫製されておりまして、ダークプライム2のデザインだったりとか、あとはシートカバーのデザインに合わせたりと、お客様のお好きなものをお選びいただいてカスタマイズすることが可能です。 2m のロングスライドレールを搭載してますので、シートをスライドさせて荷室も広々と使うことができます。いかがでしょうか。今回はレボシートの特徴や魅力をたくさん紹介したんですけども、他に例えば金額だったりとか気になることがございましたら、ぜひ一度 IF のホームページやカーセンサー GOO など見ていただいたり、お問い合わせしていただければと思います。あと IF のカタログなんですけども、2021年バージョンがもうすぐ出来上がりますので、また出来上がりましたらご紹介しようかなと思います。本日はありがとうございました。